はい、こんにちは、ナビコです。メタバースプラットフォームクラスターでクリエイターズマンションというメタバースマンションを運営しております。今回はですね、テーマパークのメタバース参入についてっていうことで、ちょっとね、話してみたいと思います。で、今後ね、テーマパークがメタバースに参入してくるかどうかっていうところなんですけれども、例えばディズニーランドがメタバースに来たらすごいんじゃないかみたいな話も聞きますよね。ただこれは結構難しいところがあるんじゃないかなと思っていて、というのは何かっていうと、テーマパークの良さってやっぱ、非日常感とか、そのなかなか行く機会がないっていうのが一つね、魅力だと思うんですよね。なので記念日に例えば友達とディズニーランドに行こうとか、そういう動きが出てくるわけですよね。これが毎日例えばディズニーランドに行くかっていうと、行かないですよね。これはディズニーランドの近くに住んでる人に聞けばわかると思いますけれども、ディズニーランド近くていつでも行けるから毎日行くかっていうとね、これは行かないですよね。年間パスポート持っててもね、毎日は行かないと思います。そうっていうのが現実かなと思うわけですよね。でいつでも行けるとなかなか行かないっていうのね、いうところもあると。でもしこれね、毎日行ったとしても飽きますよね。やっぱり毎日って言うと飽きてしまう。でそうするとね、やっぱテーマパークのこのね、特別感っていうのはもうどうしても失われていくので、でそうするとだんだんみんな関心を失っていってしまうと思うんですよね。いい具合にこう行けないから、需要がなくならないっていうか、でね、束に行くから物が売れるわけですよね。いつでも買えるならグッズ、多分そんな売れないと思うんですけれども、たまに来て、なかなか来れないからグッズを買って帰ろうとするわけですよね。多少高くてもっていうのがあると。でそう考えた時に、これが例えばディズニーランドを丸ごとテーマ、メタバース化してしまおうよとなった時に、これってあんまり良くない気がするんですよね。丸ごとそのまま再現するのは。でメタバースっていい意味でも悪い意味でもかなりリアルなので、例えばビッグサンダーマウンテンメタバースで楽しめますってなった時に、なんかもうそれでいいんじゃないかなっていう感じになりそうですよね。もうそこで飽きてしまう。でそうするとなかなかこう、あんまりこう、現実のディズニーランドにも足を運ばなくなる。でそうするとね、そこで得られる特別感がないから、そんな物も売れないと。いつでも行けるからいいやっていう状態になってしまうのはやっぱり怖い気がしますよね。そのテーマパークの運営側としては。なのでリアルのテーマパークをメタバースにそのまま移植すればいいっていう話ではなくて、落としどころはあくまでもリアルだとすれば、メタバースっていうのはちゃんと住み分けしないといけないと思いますね。要はそのリアルのテーマパークに興味を持つような導入としてメタバースに参入するっていうのはいいと思いますけれども、なんかそこで十分楽しめてしまうようなものを作ると難しいかなという感じがしています。でこれがもうメタバースのみのテーマパークならいいと思うんですよね。この間ポコピーランドでしたっけ、VTuber さんかな、 VTuber さんがVR チャット内にテーマパークを作ったってのありますけど、路線はいいですよね。落としどころ全然違うんで、それはそれでいいかなと思います。ただそれもいつでも行けるっていう状態にすると、
結構早めに飽きられるのかなと思うので、まあメタバースでもそれなりに特別感というのは演出してあげてもいいかなと思いますよね。特別な日に行くメタバースの場所っていうのはありかなと思います。でそこでしか買えないものがある、なのでまああえてね、こう入れる時間帯を制限したり、入れるこう日を決めたりっていうすると、まあ、その時にしか行けないから行こうよ、友達とね集まって行こうよみたいなことが起こるのかなと思うので、その辺の演出っていうのは大事かもしれないですね、テーマパークとかはね。そんな気がします。なのでまあね、ディズニーランドがメタバースに参入するかっていうと、まあ、相当参入するとすれば考えると思いますね。そのリアルと競合しない形、あとはコンテンツが陳腐化しない形っていうのをよく考えた上で参入するとは思います。でもディズニーって結構ね、VR の結構早い段階でね、参入はしてるんですけどね、ディズニーのコンテンツ、なんかディズニーの映画の映像を 3D にしたものとか結構ね、早い段階でクエスト、オキュラスクエストの段階であったかな。で、入ってたと思うんで、まあ、いろいろ、手はつけてはいると思うんですよね。そうそう。でも、かなり慎重には考えてるんじゃないかなとは思ってます。やっぱ楽しいですよね。ディズニー映画の中に入れるっていうのは、その路線はすごく面白いなと思ってますね。ディズニーランドっていうのは、アトラクションでディズニーの世界観を感じる場所なんで、それはそれでね、リアルでやればいいし、逆にこのメタバースでしかできないディズニー体験っていうのもやっぱりあるのかなと思います。それは映画の世界に入るっていう路線では全然ありな気はするな、なんかな。ディズニー映画の、3D 版っていうか、ね、いうのは全然ありな気がする。今まではね、こう、平面のディスプレイで見ていたものがもう中に入って見れるとかね、その路線であれば映画がもう一回売れますからね、3D 映画のレンタルみたいなのが始まれば、ディズニー映画それで見れるっていうのはすごく魅力的かもしれないなと思います。っていう感じで今回はね、テーマパークのメタバース参入についてっていうところでちょっと思うところをお話ししました。ただね、テーマパーク事業って、なかなかこれやっぱりね、大きい資本を持ってるところしかできなかったことですけれども、メタバースがあることで、今後ね、もう極端に言うと個人でも、自分の独自のテーマパークを作るってことができるようになってくると思うので、それはまたちょっと面白い動きだなと思っています。はい。ということで、今回はここまでありがとうございました。